タイビバレッジは、タイ王国最大のアルコール飲料メーカー。タイ王国をはじめとし、スコットランド、ポーランド、アイルランド、中華人民共和国、フランスなどで販売している。タイ証券取引所に上場を計画していたが、アルコール消費の禁止を宗教上の信条とする全国の僧侶などから反対され、最終的に2006年にシンガポール証券取引所に上場した。 社長のチャルーンシリワタナパクディビアチャーン、メコン、サンソムラムなどのブランドを有し、ヨーロッパでは、スコッチウイスキー、ウォッカ、ジンなども製造している。また、2013年に、シンガポール最大の飲料メーカー、フレーザーニーブの経験を取得した。ビアチャーンビアチャーンは、タイビバレッジが製造しているビールの銘柄。チャーンとはタイ語で、像を意味しており、 ロゴマークは白蔵である。液色はゴールドでピルスナータイプのビール。アルコール度は6.4%とラガービールとしては度数がやや高い。ただし輸出用にアルコール度を5%としたタイプがあり、日本で輸入しているのもこちらである。タイでは90年代半ばまでビアシンが代表的なビールであった。1991年にビア大社が設立され、 カールスバーグと提携し、1995年にビアチャーンを発売した。ビアシンに比べ、低価格発酵アルコールで、国民的ロックバンド、カラバオのリーダー、エートカラバオがコマーシャルに出演したため人気が出て、ビアシンのシェアを抜き市場の60%を占めるに至っている。2006年のビール市場でのシェアは49%と、約半数を占めている。 2005年9月7日より、タイ政府は国民の健康増進を目的に、酒税の付加基準をアルコール度別に改正し施行した。ビアチャーンはビアシンに比べてアルコール度が高いため、税負担が増加している。タイビバレッジ社は2006年に低価格の銘柄、アーチャーを市場に投入、5%程度の低めのアルコールかつ高価なビール銘柄の発売も予定している。 ありがとうございます。